皆さん、こんにちは。あかんですよ。皆さん、これ、やっと来ましたよ。この超絶レア確定権。まあ、これの入手方法とか多分書いてると思いますんで、こちらは今回見ていきたいなと思うんですけど、まず、まあ、これに関しては、超絶レアのキャラクターが確定で獲得することができると。はい。で、まあ、一回ガチャを回すごとに、超絶レア確定権を併用するっていうところにチェックすることによって、まあ、そのガチャで、まあ、超絶レアが確定になりますと。なるほど。そういう仕組みなんで、ね。なので、ガチャチケは、ま、これからも必要っていうことなのか。で、まあ、超絶レア 確定権は交換所でで獲得すすることと可能ですとなるほど。で、交換アイテムの超絶レアメダルは事前にお伝えした通り、下記の報酬で獲得可能ですということで、または到達報酬。なので、ま、レートね、まあ、1500、1700、2000、2300とかいろいろあると思うんですけど、ま、あ多分そのためにもらえると。で、ま、あ応援ルート、ルーレット報酬ということで、ま、あ試合ね、ま、あ3回勝ったら最短で引けるんだから、3回回せると思いますんで、ま、あそこにも入っているでしょうし、あとま、あクラス報酬。まあその とか2600やったら、なんかこのクラスとか3000やったらレジェンドとか、ま、いろいろあったと思うんですけど、ま、それでももらうことができると。さらに6月25より、ま、今日はまだ19日なんでね、あの、まだなんですけど、ま、チーム対抗戦のリーグ報酬でももらうことができると。ま、その他変更予定に関しては、えっと、第21回以降のシーズン戦報酬でももらえるっていうことになっていると。で、ま、注意事項なんかいろあるんやけど、ま、超絶レア確定権は1回ガチャ、各エース GL ガチャチケットのみで併用可能です。 あなるほど。だから、広告見て、あの、一日一回、あの、弾けるやつ。あと、一日一回無料の方でもか。まあ、併用できないので、そこは注意してくださいと。なので、まあ、さっきも言ってたら、あれですね。まあ、ガチャチケはこれからも必要ですと。で、超絶レア確定権の、まあ、所持上限は1ですと。なるほど。すでに所持している場合、新たに獲得できませんので、ご注意ください。これ、大大重要やん。<laughs> めちゃくちゃ重要なんで、皆さん、これ、1枚以上で一気に獲得しないようにしていただけたらな、と思います。で、超絶レア確定権の交換数は、 があり毎週リセットされますとなるほど。で、超絶レアメダルの所持条件は99,999です。上限超える場合、新たに獲得できませんので、ご注意くださいということで。ま、ためまくりにも、ま、ちょっと注意する必要があるんやけど、まあ、あこんなん結構ね、後々の話になるとは思うんやけど、まあ、あ一応そういうのもありますと。で、超絶レアメダル、プレゼントマッチが来てるみたいですね。これは皆さんやった方がいいですね。これ、イベントっていうところからここを押すことによって、もらうことができると。え、何個もらえるんかな先買い取ったかもしれへんけど、ちょっと見ろ かしたから実際にやって何個もらえるのかって見ていこうと思います。で、いつも通りたぬき倒すやつやんね。はいはいはい。これでスライス、シュイーンってやって。これ全打球ジャストのキャラクターとかやれたらいいのにな。ていうかこれやる意味なんなん普通に。くれたらええんちゃうのログインとかで。 マジで。<laughs> これ何のために全員には、あの、簡単には配らせないぞっていう、ちょっとした、なんかあれがあるんから、ちょっと分かれへんけど。はい、これで、あ、100ガチャポイントももらえると。なので、ま、ガチャチケ1枚もない方でも、一応今日は試すことができるよっていうことですね。なるほど。はい、これで1枚もらいましたと。で、これで、多分プレゼントっていうところから受け取らないといけないですよね。よいしょ。メニュー、プレゼントって押したらお、お、1000枚もらえてる。あ、多分これ交換しましょうっていうことか。あ、あ、あ、何これ。1000枚すごい、なんか <laughs>、パチンコみたいな表記出たやん。 はい。交換所へって行きたいねんけどちょ、普通の交換所の位置かどうかも知りたいから、とりあえずこの交換所って押します。ほんな期間限定ではないみたいですね。普通のアイテム交換っていうところで超絶レアメダルっていうところがありますんで、これで1000枚で1つゲットすることができると。なるほど。なので、ここからね、ま、あ1個交換して、交換したらすぐに使うべきですからね、皆さん。これ、ま、あ1週間後になったらまたもう1枚ゲットできますけど、そうなるとですね、あの、なくなってしまいますんで、ま、あそこもちょっと注意かな。あ、もうこれ、手元に入ったんか。 ちょっと実際にに引きに行くかはいというわけでまあこの機関エンマ僕持っていないのでまあ、こちらでですねやっていこうかなあなるほどねこういう感じでねチェックを入れて入ってすることによってまああの絶対星5のキャラクターが出るっていうことなんでしょうねはいこれで引いていきましょういやーこれエンマ出てくれたら熱いけどねさあどうなるかまあ、今回のラケット普通にエンマとの相性いいですからねはいはいここで確実に。 きますと。いいね。これ銀からこのエフェクトかっこいいですね。はい。被りました。妄想によー。<laughs> まあもちろんね、星頃キャラクターいっぱいおるんやけど。でもあれやんね。あのー、このガチャってさ、星頃キャラクター20体ぐらいしかいないっしょ。うん。そんなもんやんな。だから結構確率としては高いと思うんですよね。超絶リア確定権のラインナップこんな感じになってると。まあもちろんこのね、新キャラであるエンマ。ん明日を信じて笑う鬼の子、エンマ。この子明日信じて笑う子うやったっけ この子、明日信じて笑う子でした。<laughs> なので、まあ、この子もちろん入っています。しかもピックアップやから若干出やすくなってるのかな。確率は、あ、書いてるわ。12%も出てくれんの ?10 人に一人出るで、今日。 コミヨン。<laughs> なるほどね。まあ、それ以外のかん、それ以外の、ま、ラインナップに関してはこんな感じなんで。まあ、そうだな。まあ、めっちゃ強いって言われればそうではないと思うけど、まあ、これから深海を転生のキャラクター、まあ、今日も再調整来ていたと思うんですけど、まあ、続々とですね、強くなっていくので、まあ、持ってないキャラクターが、ま、いる人にとってはめちゃくちゃいいというか、まあ、別に全員とっていいことだと思いますんで、まあ、ぜひこちらですね、一週間に1回忘れないようにね、あの、交換していただけるといいんじゃないかなと思います。あともう一つ要素として、頑張り メダルっていいうものが追加されましたはい、これに関しては豪華報酬と交換できる頑張りメダルがツーウィークチャレンジの報酬に、まあ、追加されましたとツーウィークチャレンジこちらですねこれチャレンジのところのここにありますと。 これあの2週間で4回試合すると20もらえてそこから次は30回試合すると30個で次は70回試合すると50個みたいな感じのがどこまであの147までありますとまあ試合に関してはガチャポンのとこととか考えても150試合さえすればマックスのねガチャポイントもらえるし頑張りメダルももらえるので まあ結構達成しやすいかな。あとあれやね、頑張りメダルこれ30回試合したらまあ結構もらえるから、まあ少なくともここは突破しておきたいなっていう感じはするんやけど、ほんでそれが何何と交換できるんですかあ、書いてないやん。まあまあ、交換アイテムは今後追加される予定ですと。はい。頑張りメダルはークチャレンジの報酬以外にも追加される可能性がありますと。で、これも所持上限は99,999となっておりますので、ここも注意してくださいねっていうことになっているんやけど、ああ、今別に交換できるやつあれやん。うわ、神じゃん マジマジえ、そんな課金せいで大丈夫なんすか？上さん、<laughs> こんなに <laughs>。 <laughs> だって、こんなバカ強いラケット、いっぱい欲しいでしょ。レフコス、まあレフコスも強いけど、個人的な、このだ、優先順位的には、この陣ラケットか。これ、ジャスト確定で勝つ、あ、ここで出てこうへんの嘘ちょっと不親切やな。ままあ、まあ,、まああの、これ、ジャスト確定と、あの、打球構築無効がつくっていう最強ラケットなんで、まあ、これも絶対ゲットした方がいいでしょ。で、これも嘘みたいに強い軌道のラケットになっているんで、まあ、これもゲットしたいでしょ。ほんで、も、まあ、レフコスもあるし、あ、境界線ラケットもあるから、まあ、ラインズマイトかな。 のキャラクターがアウトししななくなるしあとこれ何あ、瞬間ラケットは一番あの最後でいいと思うわ。レフコスもまあ強いっちゃ強いけど、まあなんかこれは最下位やと思う。順あの優先順位的には。まあ瞬間としては強くなるキャラクターとかもおるけど、それよりかはこのジャスト確定とか GS バカ強いやつとか、まあこのなかいっぱいスロートスキルいっぱいつけれるね、このラケットも非常にいっぱいあることによって、まあ強くなると思いますんでね。まあこういうのもぜひともね、まあ、交換していただけたらなと思います。なるほど。まあこれはあの、交換制限なしっていう感じになっているから。 まあ交換し放題ですね <laughs>。これなかなかすごいですね。なるほどね。だからまあ、超絶レア確定権あち超絶レア確定権のあの応援ルーレットの確率的なんだけど、ちょっと見に行ってもええですか？<laughs> よいしょここのこれですね。応援ルーレットのやつここで。 はい。あーまあ普通にあれですね。8分の1の確率で当たって、かつ、まあ10枚だけもらえると。まあこれ1000枚集めなあかんからね。まあちょっと果てしない感はあるんやけど、まあこれあれやんね。多分ここで書いてるんやんね。最終クラス報酬。あい、行きました。ブロンズ、これ確か1700。レート1700、んやったかな。1700の人が600もらえて、次2000の人が700。 あ、ごめん。ん違うかもせえへん。ちょっと何、どのレートでどうやったかごめん。忘れたんやけど。とりあえず、レジェンド3000。レート3000行ったら1200もらえると熱いですね。で、えっと、2600行ったら1100。で、2300行ったら1000。で、2000ですね。2000が900で、1700が800。で、それ以外のごめん。レートは忘れたんやけど。まあまあ、そんなんでね。結構もらうことができるんで。まあ、1000枚もらえたら結構嬉しいんでね。ダイヤ以上ですね。ダイヤ以上を目指していただけると。だから2300以上を目指していただけると。まあ、ある程度もらえると。 思いまあ結構紙アップデートだとは思うんですけどこれ運営さん大丈夫ですかお金の面全然請求してきませんけど <laughs> まああの部下金税にとってはですねめちゃくちゃいいアップデートかなと思いますんでまあぜひともですねこちら忘れないように参加していただけたらなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバイ